こんばんは。こんばんは。8月10日木曜日午後10時を回りました。木曽三茶は始まりました。はい。はい、お届けしますのは私、塩田忠道と、最近ポケモン GO を始めて都内各所回り回ってます。見つけたら声かけてね。鈴木かすみです。よろしくお願いします。イエーイ。ポケモン GO やってんの？やってますよ。デビュー。時代遅れじゃない？もう終わってんよそれ。と思いきや、今じわじわ来てるんですよ。あれ年寄りが今やってるっていうね。そうなんですか。若い子はもうやらないんで、年寄りがだからほら、ウォーキングとか、体を動かすために最近やってる。いやでもやっちゃダメですよ、年寄りは。だってこうやってやりながらやってたらもう車来たら分かんないですからね。それこそもう死に至りますよ。本当。今すぐやめてください。そうだね、やめてください。何やってんだ本当に、バカ野郎。いや、言い過ぎですよ。いやでもちょっと待って、スーさんまた送る。スーさん、そうですね、また遅れてんの？遅れてます。今回はちゃんと LINE に塩田さんが加わっていただいて。そうなんですよ、連絡来ました、遅れるっていう。はい、でも昨日の夜、木曽さんが塩田さんを招待して、塩田さんが入らずに木曽さんがやり取りしちゃったんで、実際遅れる連絡は今日うちが言ったから知ってるっていう状態だったんですね。そうなんですね、さっき、ついさっきね。で、今入ってもらったって。今入って。あ、さっき入って、そうです。やっとだよ。やっとこの近くにいるけど、遠くにいる感じがやっとなくなって嬉しいよ。やっと一つになれた。やっと同じ空の下にいる。よかったよ。よかったですね。本当に寂しかったからね。よかったです、よかったです。でも本当遅れて、え、なに、本当にでも、本当？本当？なんかうさんくさくない？いや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 、昨日の夜からだって遅れるって連絡があった。あ、はい、そうですね。本当かそれ。本当です。なんか山手線で突っかえてるみたいで、最近なんか遅れるの癖になってるよね。ゴー癖に遅れるの多いよね、ここ最近、この1ヶ月で。あら、そう、途中で抜けたりとかさ。あ、それはね、そうですよね。なあ、怖いわ。やる気だんだん失せてきてんだな。夏バテだね。夏バテですか。だってなんか、あ、ツイッターで書いてたじゃん、なんか休みだったからって。あ、うん、大阪行って甲子園行ってましたね。行ってきたってでしょ。ハブをしました。そりゃ来たくなくなるよね。旅行の次の日でしょ今日。あ、まあ、昨日まで行ってたのみたいな。なるほど。そりゃ来たくないよ。そういう言葉ありますよね、うん、旅行だれ、うん、俺だって、だって大阪行った次の日なんて絶対ここ来ないよ俺。来てくださいよ。まだお好み焼き食ってるって。来てくださいよ。まあね、うん、あ、そうだ。はい、よろしくお願いします。はい。あ、今日のメールテーマですか？もう今日のメールテーマ。はい。今お好み焼き言ったから、うん、あの、もんじゃ焼きっていつ食べますか？これはね。え、どういうことですか？もんじゃ焼きっていつ食べますか？もんじゃ焼きってさ、あれいつ食うの？大体俺いつも思うんだけど。食べるタイミングってことですか？そう。あれ何？え、最初に食べます。もんじゃ焼き大体食う？はい、食べます。お好み焼きがむしろ最後。最後ってどういうことですか？なんで順番があるの？やっぱりいっぱい食べたいってこと考えると、うんうん、いろんなこと計算していかないといけないじゃないですか、うん、って考えるとお好み焼き食べちゃうとお腹溜まっちゃうんですよ先に。なるほど。なんか、うんうん、なんでもんじゃを食べて、両方食うのってそれってよくないんじゃないの？それ、え、怒られない？誰にですか？店の人に怒られない？いやいやいや、私だってお好み焼きともんじゃ焼きって別物でしょ？東と西でしょ、だって言ったら。あ、そうなんだ、初めて知った。え、だいたい、てか俺もんじゃ焼き知らないもん。一回しか食ったことない気がする、多分。だってあれよくわかんないじゃん、あれだって、まあ、出来上がらないでしょ一生。固くなな、そうだよ、焼き上がらないじゃんか。ずっとずっと生でしょあれ。なんなん、なるほど、焼けないんだよ。俺焼き上がって俺切ろうと思って切ったって、うん、またね、こう繋がっちゃいますよね。切れないじゃん。切って、あれ、こう、すくってさ、さらに寄せてこう、箸で食いたいよ。確かに。なんなんあれ。いや、外人さんも、あの食べ物はなんだって言いますよね。よく二文字の言葉で表されてますけど。わかんないんだよ。俺でなんか、ヘラでちょっとずつ食うでしょ、はいはいはい、なんかあの、なんか将棋崩しみたいな感じでさ、ちょっと山崩しか。あ、意味わかんないわ。潰しながら焦がして。お、あの、なんかマイヘラとか持ってるやつ言ったりするじゃん。知らないです、私それ。いるよ、マイヘラとかさ。マイヘラ、マイダーツとかわけわかんないで。大体そういう人持ってんだよ。何でもそうだよ。マイボールとかさ。なるほど。あ、マイマイクみたいな。うん、そう。あと、マイウェイとかさ。ちょっとそう、なんか意味が違ってた、ね。今、ボケたんだ。なる
ボケたよ今。マイストリートみたいな。マイそれちょっと。マイストリートってなんだそれ。あれなんか言わせんさいこと。マイストーリー。マイストーリー？私の物語？はい、そうそうそう、いやボケたんですね今。お分かりにくいなおい。あ分かりにくい。前上の前に言ってるから。分かんない。眉毛、眉毛言ってあとマイストーリー言われてもちょっと、うん、いいよ眉毛いい感じだよ今日。だからそうだからあれ分かんない、もんじゃ焼き分かんないんだよ。なるほど。あのだってなんかあの甘くないフルーチェみたいじゃん、もんじゃ焼きって。もういや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 、それは思ったことないです。フルーチェみたいじゃん。そうでしょ、フルーチェで。もっと言ったらさ、あれ今もんじゃ焼き屋でさ、あのパフェ焼くでしょ。あ、なんかパフェのもんじゃ焼きがあるよ。生地作ってその上になんかアイス乗っけるやつですよね。知ってますそれ。うん、だから結局だからパフェなんだよ。パフェ。そっかそっか。入れんだよ。なるほどなるほど。おかしいじゃんあれ。そうですか。うん、おかしいよあれ。あれやってんの横、俺食ったことはないけど、うん、隣で やられてみあれ、うん。ものすごく臭いんだよ。めっちゃ臭いの。あ、なんか飴玉の中引っ越してきたみたいな匂いすんの。あ、甘すぎてってことですか。ものすごい甘いの。迷惑だぜあれやられて。いや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 。ほんで食ってうまいか、そんなの。うまいです、うまいです、あれうまいです。食ったことあんの。あります。あんこ巻き、あんこなんちゃらって言うんですけど。あんこも入ってんの。あんこをつけるんですよ。で生クリームだった気がしますね。めちゃくちゃじゃんそれ。それ誰考えんだって思わない。なんでそんなことしたのって。ですかね。だって あれだな、だからそういうさ、だって料理っていうのはさ、あのだって間違えてできていくもんじゃん。カツ丼とかああいうのってそうだよ。間違えて作ったらできちゃった。だからあれなんだ、本当はお好み焼き屋でさ、こう食べてて子供が間違えてパフェベチャって落としちゃったんだ。それで多分できたような、だと思うよ。なるほど。間違えてできたんだよ当たり前だ。あんなんやろうと思う方がおかしいもん、そんなもん。そこまでディスりますか。ディスるっていうか、ディスってるこれ、ディスるって、ディスって、うん、そんな今風の言葉わかんないよ。なるほどなるほど。今風の、うん、そんなことなんな、床の間と連れ子って言葉わかんないくせに、なんでディスるがわかんない。え、連れ子の意味真面目に教えてください。連れ子がわかんないのか。はい、俺と結婚したとしよう。はいはいはい。そしたら俺ね、前の女の子供がいるんだ。あ、なるほど。それ連れてきたら連れ子。なるほど。これ知らんの。知らん。そんなんでよく生きてきましたよ。うん、ラブバラードかけるな。あ、なるほどなるほど。そっちですか。しよう。うん。まあ、あなたを好きになったけど、うん、連れ子がいたなんて、床の間に隠れてたなんてみたいな、そんな歌歌えねえやん。どうすんだそんなんで。いや今勉強したんで、あ、今後は大丈夫です。え、今後に生かしていきます。本当。じゃあ床の間と連れ子っていう言葉入れた歌ちゃんと作ってくれる？ね、頼むよ。したら、うん、あ、俺のこと思ってるんだなって思ってください。あ、本当ね、うん、俺のこと、うん、てか俺の歌いい加減書けよもう。どんだけ一緒にいいんだよ。あ、俺の歌を書けですか。俺の歌書いてよ。俺の歌作ったらどうな。思わない。一緒にこんだけ何ヶ月経った、ここの放送来ていただいて。4月から。4月からですか。あ、なので、うん、5、6、7、8だから4ヶ月、うん、まだ4ですよ。4ヶ月もいたらもうできてるだろう。4番くらいまでできてるよ。何番まで作るつもりですか。もうあれ、そんなもう 10章ロード10章みたいな。マジっすか。作れよ、あなたと初めて会ってみたいな、白くて冷蔵庫かと思ったみたいなことが入っていけよ。そうやってさ、作れよ。もう何だよ、はいはい、俺はそれを待ってるんだよ。そしたら待ってる。なるほどなるほど。あ、したらここであの最初のダラダラじゃなくてそっち流してくれますか。うん、そうそうそう、うん、そうそう、できるよ。あ、できる。そういうのできるから。うん、っていうことで、はい、ということで、何の話これ。何の話。もんじゃ焼きの話でございましたね。まあとりあえずあの、メールアドレスを。あ、私だ、そうだ、得意のでいきます。最近得意になりました。いきます。千住アットマーク cwave.jp senju アットマーク cwave
e.jp までメールをください。全部もう読み上げるので ね、あの読み上げない文章とかないので全部送ってくださいね。ね、本当ね、うん、まあ、でも今日夏休みだからあんまりみんな見てないんじゃないかこれ。なんか今日あれが出ないですね、見てる人とかが。本当になんか、あ、しかもタブレットになった、うん、あれ前からタブレットでしたっけこれ。そう、ね、はい、よっしゃということで、はい、いや皆さんメール待ってますね。はい、メール待ってます、よろしくお願いします。ということで、はい、あ、読みます、あ、私がいいんですか、読んじゃって、うん、どうぞ。大丈夫かな。それではいきますね、メール行きましょう。はい、木曽さん、塩田くん、かすみちゃん、こんばんは。こんばんは。デニコです、うん。あまりの気温差に体がついていけません。今日からお盆休み。店主が車で鹿児島に帰るので。うん、さて、スーパーに行ったら、うん、後ろのレジで女の子がお菓子を勝手に持ってきて、うん、お母さんは買わないから、戻してきなさい。うん、やだ、戻してきなさい。うん、やだ、もう買わない。やだ、の繰り返し。レジのお兄ちゃんも困った様子でした。結局買わずにいたら、女の子が座り始めて、うん、大声で泣き叫び出してやだ、うん、怒ったお母さんは女の子を引きずって売り場に返しに行ったみたい、うん、お母さんの勝ち。しかし女の子も強情な子、うん、一緒にいた母親に私もあんなことをしたと聞いたらしたって、うん、やっぱり恥ずかしいし迷惑になるから買ってあげて、うちに帰ってからうんと怒るんだろうけど、うん、あのお母さんも女の子も強情だわ、強情だわ。あ、強情か、スーパーでの出来事でした。なるほどね。ちょっとなんか内容が全然入ってこなかった、もう読むのに必死で。どうしたんですか、お菓子買ったの、お菓子を子供が、うん、これ買ってって言ってきて、言った言ってきたんだけども、買ってくんなかったと。買ってくんないんだよ。なるほど、よくあるあるなパターンですね。私は、うん、まあ、100円以内のものを、うん、1個っていうのがちっちゃい時のママからの言葉で、うん、だから100円以上は買っちゃいけないんですけど、10円でも1個なんですよ、うん、20円のもの買っても1個なんですよ、うん、っていうしつけでやられてきたんですね、私今まで。え、どういうこと？やられてきたんですよ、うん、なんだけど、うん、弟のが生まれてね、ですよ、うん、弟にはね、うん、もう弟がこれ欲しいこれ欲しいって2個ぐらい持ってくんですよ、うん、そうね、入れちゃえ入れちゃえって言うんですよ、私目の前にして、うんうん、小声で入れちゃえ入れちゃえみたいな、うんうん、そう、まあまあつって、うん、うちには1個つったよねみたいな、うん、それ未だに私言ってますからね。あ、この年齢になってもママ1個って言ってたよねって、うんうんうん、ネチ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 引きずってますよ。あ、ほんと、やっぱ下ができるとそうなっちゃうんだよね。そうなんですよ、ほんと甘いんですよ、ほんとに甘いけど、でもそんな弟だけど、でも弟のこと好きでしょ。かわいいかわいい、かわいいんだよな、はい、うん、でもやっぱちょっと嫉妬する部分もあって。嫉妬誰にですか？弟に。そうやって、弟に嫉妬はないです、ね、あ、ないの、はい、あ、そう、うん、ということで、はい、ということで、うん、スペシャルゲスト、はい、スペシャルゲストをご紹介します。木曽さん、中さん、イエーイ。あ、どうもこんばんは。お疲れ様です、こんばんは。前回話の途中で思いっきりカットインして、ちょっとお叱りの言葉いただきましたので。お叱りそんな、はい、なんで、まあ、今回は一応、うん、なんかまあオチというか、なるほど、話の締めどころがあれば入ろうかなと思って、うん、なるほど、でしばらくそうそう、エントランスのところで様子見てたんですけども、いまだにちょっとそれがどこだったのかわからないので、いまだにちょっと釈然としないまま入っちゃってよかったのかなみたいな感じですけども、うん、すいません遅れてしまいました、木曽団長です、うん、よろしくお願いします。すいません。大丈夫ですか？何でかですか？あ、今日の鼻の方は。今日の鼻はね、はあ、でもそんな臭くないですね。大丈夫ですね。よくそこを覚えて、いじってきましたね。それ先週？先週ですね。先週、はい、どえらい臭かったんですよ、鼻が。鼻の穴がね、こう押さえると本当それだけでもうマジで、気絶しそうなぐらい臭かった。もう死にかけてんじゃない？ね、でも今日は臭くないです。死ぬ直前ってえらい臭いって言うよ。なんか変な匂いしてくるんだよね。排臭というか。なんか直前なんか。うん、なんかすんごい匂う。そういう意味で言うと、あの日はもしかしたら僕は峠だったかもしれないですね。うん、ただなんとか峠を越えて無事こうやって生還してるので。あ、でも1週間経ってるわ。あ、大丈夫っぽいな。大丈夫ですね。まあ山はいろいろありましたけれども、本当に、ね、はい、しぶといね。そうですね、なんとか生きてますよ今も。よかったです、頑張れ。今日も本当にあの浅草東洋館の出番をまさかのチェックし損なって休園してしまうという大丈夫をやってしまいまして。すごいですね。そうなんですよ、いつもあの交番表みたいなのが送られてきて、一月の中でこの日に出ますよみたいな、
たいなのが、まあ、ずらーっと出てくるわけですよ、うん、もうカリキュラムみたいな感じでね、うん、で僕本当に月に5日ずっとで、ね、レギュラーで出してもらってて、うん、今月6日入ってたのに、うん、知らん分かんなくて6日入ると思ってなくて、うん、5日全部チェックし終わったの、あ今月ここかっつって手帳に書き終えて、そのままもう1曜日を探すことなく今日を迎えてしまって、うん、電話かかってきて、うん、今日今何されてますかって、うん、家にいますよちょっと切れ気味になんでそんなこと聞かれなくちゃいけないのと、うんうんうん、そしたら出番が13時10分から入ってますけども、うん、嘘でしょつって、うん、時計見たら13時5分なんですよ。まあ本当にこればっかりはもうどうしようもなくて、うん、もうあと2時間前ぐらいに確認電話入れていただければ僕もこういうちょんぼがなかったんですけれども、さすがに毎回木曽さん今日は出番ですよと2時間前のご連絡差し上げましたなんていう気の利いた方はもちろんいませんので、うん、そんなことやってたらもう本当キリがないですし、うん、俺が何様だって話になっちゃいますので、うん、毎月5000あげてるから、いや本当ですね、5000でやってくれるならもう払ってもいいぐらいですけどもね、で、あらあら、なんとか交番入れ替えて今から1時間もあれば行きますのでと、うん、言ったところ、あ大丈夫ですと言われてしまいまして、うん、結局そのまま今日お休みということなんですよ、ね、あらあら、完全に別のもうスケジュール入れ込んでたんですよ、そのに、うんうん、でも入ってると思わないんで、でもそれも急遽キャンセルしてどうにか行こうっていうふうに抵抗はしたんですけども、うん、まあ、そこまでも至らず、それってどのくらい悪いことなんですか、ね、そう気になります、そうですね、とりあえずでも、うん、いいともで言うテレフォンショッキング来なかったくらい、それ相当そんなわけないな、いや分かんないですけど、これ俺今俺の立場上そんなことねえって言えないんですよ俺非常に今反省の中で今日の番組迎えてますので、でも本当にへこみました僕ね、休演って今までで本当にドタキャンってことですよね、要はね、こういう芸能生活24年で2回目なんですよ僕、あ2回はいはい、1回はラジオの生放送を寝坊でとちったことあるんです、1回、あなんか言ってましたね、そうなんですよ、でそれも同じですよ、7時半ぐらいの出番ですかね、うんうん、でまあ二度寝してそのまま、まあ、寝落ちしてる状況の時に電話がかかってきまして、うん、で何々のスタジオですけどもと、うんうん、おはようスプーンのスタジオですけどもつって、うん、で今どこにいらっしゃいますかって、家ですって、うん、あそうですか、うん、ちなみに今、7時25分なんですけども、うんうん、つって、出番7時半なんですよ、うん、でまあ、僕内心思いましたよ、うん、もしこれ2時間前にこのお電話いただいたらこういうことなかったんだと、うん、ただ残念ながら5分前のご連絡いただいた感じで、じゃあスタジオつなげますっつって、うん、そのままスタジオつないで寝起きで喋ったっていう、結果的には盛り上がったんで、まあ、オンエア的には OK になったのかもしれないですけど、やっぱ褒められたことじゃないですよね、だから今日も、まあ、5分前に電話いただいたとこまでは一緒じゃないですか、うん、だから、あじゃあ今からちょっと劇場つなげますっつって受話器にマイクでもこうやって差し向けていただければ私だんだんする用意だけはできてたんですけども何もそういったシステム特になかったようで、それは、まあ、言ってみて初めてってことですね、うん、劇場飛ばしたの初めてなんですよ、マジか、で結構へこみましたね本当に、いやそれへこみは未だにちょっと心の片隅になんかこうなんか黒い影みたいなの背負ってやってます、うわだって今日眉毛が下がってますなんか本当ですか、そういうことなんですか、メイクメイクなんか、いや何ですか、いつももっと目がパッてしてたんですけど本当ですか、今日なんか眉毛がちょっと下がってます、あそうですか、はい、それは多分あれですね、そのドタキャンしてしまったことというよりも、ええ、この前に急遽入った営業のギャラが意外と良かったってことで眉毛が下がってるだけです、ね、それ下がるんですか、あもうほら眉毛下げるとやっぱ可愛い孫見ると、うん、おじいちゃん、ま、あ眉毛下げるといいそうです、恵比寿顔ね、そうです、うん、私もちょっとあの素敵なゆきさんを見てしまったもんですちょっと前が下がった、別にそれは反省の表情とは違うんですけど、いくらだよ、言わねえよそれは、ゆきちさんって1万円ですか、ゆきちさんは1万円ですか、なるほど、何枚何枚と言わねえよあの1枚でも眉下がりますから、千円札で言わねえだろ大体、うんうん、夏目漱石で眉下がってた、うん、俺どんな金銭感覚で今暮らしてんだって話になっちゃいますからね、うんうん、まあまあということですいません今日も本当になんかもうなんかあちこちでいろいろとという感じですよ、これも遅れちゃいましたしね、うん、緊急停止ボタンが押されましたので、安全確認をしておりますということで、まあ15分ぐらいですかね、え止まってたんですか、電車の中でずっと、15分って長いですね、はい、本当にね西日暮里駅の、ホームのあと5メートルも進めばもう多分扉開けていいんじゃないかっていう場所だったんですけども、あるねそういうのね、直前で止めてね、
ていう、あるある、何があったんですか。結局そこは明らかにしなかったですね。え、なんで社内アナウンスも間違えちゃったんじゃないですか。あんまり社内アナウンスで今のこの緊急停止ボタンは子供のいたずらでしたとかあんま聞いたことないですよね。あ、まあ確かに。だからその理由は、細かいの言わないもん ね、 で、 ね、あれでも線路に立ち入ったとかよく言いますよ。まあね、それはありますよね。前この番組で話したかと思いますけども、それこそ線路に立ち入ったお客様が品川駅から大森方面に逃走中ですっていうアナウンスを聞いたのが一度あるんですけども、リアルに、うん、そうですね。で、どこ、まあちょっと細かいの忘れ、蒲田駅で確保しましたみたいなアナウンスまであったっていうのは一回経験ありますけど、ね、いや、リアルに言ってくれた方がすっきりしませんか。そうですね、釈然としないまま来てますよ本当に、ね、釈然としないのを上書きされた感じ、うん、はい、どっちと今日はあまりコンディション良くないです。あら、ただ眉は下がってるっていう感じここだけは認めますけども、眉意外とあんま見たことないけど意外と薄いです、うん、そうですね、眉毛 あんまこんな眉毛見たことないわ。眉毛薄、うん、それこそ、テレビ局なんかでメイクとかしてもらうときは大体あれですね、メイクももうファンデーションとか塗らないです、ドーランとか。僕はあんま好きじゃないっていうのもありますけど、うんうん、ただ確実に毎回メイクさんは眉毛だけ描き足しときますねって言います。毎回それ言われますね。でここだけ描き足しますよ皆さん。うんうん、でファンデーションの色に関しては地黒すぎても、なるほど、合うものがなかなか見つからないっていう愚痴を3回に1回ぐらい言われてました、ね、泥持ってこいみたいなね、みたいなね、うんうん、そお前に合うファンデーションはねえねえっつってね、アボリジニかっつって言われたことねえよそれは、それはないです、ね、先住民、先住民、この誰が先住民やね、うん、お前。あ、そうです、はい、すいません、いろいろと思いのだけ勝手にぶちまけてますけども、うん、まあ、ただ基礎三中アワーという冠番組ですので、これぐらい許されていいかなと思ってます。どうぞ、遠慮しないで、はい、ではお任せします、すいません。また読んじゃっていいんですか。あ、いいですよ。さっきもちょっとそっち行っちゃって、何つぐらいいただいてる。今こう、あ、何つぐらい読んでる感じですか。今1通読みました、うん、では続きていきましょうか、はい、いきます、はい、今週も野球の話題から、はい、岩瀬投手が登板数日本一になりましたね。うん、ただメジャーでは1000試合以上投げている投手が数人いるようなんで、次は1000試合登板を目指して頑張ってもらいたいです。この登板で今季2セーブ目を記録しましたが、重信選手がベースを踏み忘れるチンプレーがありましたね。あ、そうなの。さて忘れちゃうことなんてあるんですね、うん、さて政治の話題では、青森の町議町議、町議が豊田真由子議員の政策秘書に就任したようですね、うん、そういえばこの番組に以前出演していたしのちゃんも議員の秘書をしてましたよね、うん、すごい、うん、新秘書は6月30日に就任し、豊田議員とはまだ会ってないとのこと、うん、さて何日持ちますでしょうか、そこに注目します。臼井さんからでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さすがにもう違うだろうとは言わないでしょう、うん、ねえ、あんだけ叩かれててね、うんうん、自民党も辞めざるを得なくなってね、うんうんうん、もうやんないと思いますけどね。そうね、うん、やらないでしょう。このだから町会議員も話題作りのためになってるとしか思えないですよね、うんうんうん、なんか出たいんでしょうね、うん、ということですよね、まあ、知名度アップとかいろいろなんか欲があるんだろうねきっとね、うん、誰でもなれんだよね、うん、秘書だね、誰でも、まあ、うん、だからこなだっていたって、前いた子だってやってたし、あ、すごいですね、まあ、そうですね、横須賀市議会議員の誰でもなれんだよ、秘書っていうとなんかすごそうなイメージあるけど、だ大したことねえよ。勉強ありますか、ね、大したことねえよ。勉強なんか大したことなんか読んで暗記するだけだ。少なくとも一緒にやってたその志野って子はそんなに勉強ができるタイプではなかったですね。はい、どっちかというとバカっぽい感じでした、はいはい、なんでまあそうですね、できるんじゃないですか。なるほど、まあいろいろと食いぶちはあるってことだね、そう考えたら、柔軟に考えればね、はい、おいくばっかお金もらえるわけでしょ、うん、ねいくらもらってるんですか、ね、秘書って、いや大したことない、ゆきちさん何枚ですかね、わかんないけどね、俺秘書なったことないから、ね、バカの一つ覚えみたいな、本当だよね。ついさっきまでゆきちの何たるか分かってなかったですけど、じゃあいいですか、まあまあ、はい、お願いします。木曽さん、塩田さん、かすみさん、先週はお騒がせいたしました。あの後動画で見てみたのですが、はいはい、恥ずかしかったです。 あとかすみさんの異様なはしゃぎぶりには驚きました、うん、次回来るときは普通に来ます、うん、あと気になるニュースは北朝鮮とアメリカミサイル問題です、うん、緊迫な状況に入り、いつ軍事行動を起こすか分かりません。これに対して日本はどう対応するか気になります。プリン厚美さんからでした、はい、ありがとうございました、ね、後ろのホーム
から。あれ今日もいるんじゃないですか。違いますか。いいよ。立ってませんか。もうカーテン閉めろ早く。いいから。なんなん。どうでもいいんじゃないけど。いい。もう、大丈夫かな。こんなにも何だったんだろうだ。こんなにも敷居の低い番組ないよね。うんうんうんそうなんですか、うん、一視聴者の方が私物化してしまっている状況ね、うんうんうん、5分か6分で、ね、10分くらいなんかまあ私はや、うん、優しいからね私はね拾ってあげますけども優しい、ね、優しいな、はい、なんだその締め方優しいな、はいそううん、バファリンの半分だからねそうだね優しさでできてるんです私は、はいはい、さあ続いていきましょう、はいデニコです、うん、はいありがとうございますもんじゃは先に食べますよあイカ明太子餅、うん、もんじゃが好きです、うん、高校生の時に南千住に美味しいもんじゃ屋さんがあってよく行きましたよ、うんうん、うちでもホットプレートでもんじゃをやります、もんじゃのおこげが好きです、いやさっきねあの、うん、もんじゃ焼きっていつ食べんだっていう話をしたんですほら大阪行ってたでしょ、はいはい、お好み焼きの方がいいじゃんかってそれでもんじゃ焼きなんかいつ食うんだだっていつもんじゃ焼きっていつ食べんのあれはもう見切り発車でしかないよね、うんうんうん、俺いつも見切り発車してるだって分かんないえ食べる食べないでしょいや僕食べますよあ食べるの、うん、西の人なのに僕そんなあんまないですその西の人のあないプライドとかないですやっぱあれだよねうどんは関西やなとかそんな絶対言えへん、うん、あれそんな言うでしょあそっかだってパスタ屋から出てくるもんね、うん、パスタ食べるしいやいやそれはその時だよおかしいもんお前変なねじ持ち方するな、うんうん、俺がパスタ食ったっていいでしょいいなあだもうキャラじゃねえよいやいやいや見失ってんじゃないよなんで俺がそのプライベートで普通に飯食ってるとこでキャラ追求しなきゃいけないのブレてんじゃんブレてないよ何パスタ食った俺のあそこはアルデンテみたいなのいや何言ってやめてよ何言ってるんですか俺のあそこはアルデンテ何言ってるふにゃちんだねいやいやだねおちょっと追い詰められて言っちゃってんじゃねえか本当にもう何その顔いや何を話してるのかよくわかんない俺もわかんないですけど何知らないふりしてなんだよ、うん、なんだよ何を話してるのかなって、うん、なんだその知らないふりはその隠蔽すんなよそんないやいやお前のところだけどまあそうですねそうそう、うん、もんじゃね食べ、うん、もんじゃうまいでもみんな食べんだね、食べますもううちはみんな好きなもんですから明太チーズ餅出た出たベビースターほらほらほらそれね安定ですねこの4つもうよく聞くよそれ何なのって思うんだ安定もんじゃ明太チーズ餅ベビースターもんじゃ何それ明太子は明太子で食べたらいいじゃんかなんでもんじゃってあのわけわかんないじゃあ中に入れたら美味しいんですよそんなことないよそんなこと言ってたら豚骨ラーメンはいいけど豚骨醤油食えねえみたいな感じになっちゃうでしょ美味しいでしょ豚骨は豚骨でいいじゃんいや勢いにかまけて豚骨醤油否定するんじゃないよ美味しいでしょ豚骨醤油否定するよわけわかんないごちゃごちゃしちゃうんだよ口の中で喧嘩するでしょ違う喧嘩しないでしょうよあれは足すことで1足す1が3とか4になるから豚骨醤油という新しいカテゴリーができたわけでしょうよそういうのはだから醤油そう醤油今ダジャレ醤油のはそんな言わないよ俺そんなことそんな言わないそれ眉毛下がってるねちょっとなんで金ねえよ金ねえよ金見せろよ今日だから今日、うん、持ってる1万2000円もおお増えた2000円自慢するんじゃないよ1万2000円持ってるって何立派なもんじゃんいやもうだって40手前にもなれば5万6万入ってるでしょ皆さんそんな入れるんだ。どうなんすか。比較的でも皆さんいや別に今から出せって言ってるわけじゃないですか。お客さんが一斉に財布の中身確認しようとしましたけど。え実際そんな入れちゃいますか。いやわかんないけどどうなんでしょう。落としたらどうすんですか。いやそれは別にな。なくす前提で財布持つなよ。何事もそうですけど。うん、まあそうか。五万。わかんないけどどうなんそんなに買うんじゃない。持たないよね。あそうです。やっぱ2ぐらい。吉原行く時でしょ。持たないよね。え？うん。吉原行くんだよ。いや、いいよ、改めて立てなくて。5万って。ああ、そう。いや、わかんない。どれぐらいが相場なのかがわかんないけど。わかんないね。うん、わかんない。どうなんすか？もうみんな1万円だそうですよ。あ、本当です？なとしては非常に近しい感じに思えますけどね。なんかいや僕もそう、もう何だったら結構使ってして、あ、気づいたらやべえ、今2000円しかねえみたいな、あるよ、たまに。
本当に、うんうんうん、あでもとりあえず今日北千住行ってこいだけだからまあいっかみたいな、うん、全然ある、うん、本当に、うんうんうん、まあ卸しに行くのも面倒いしさ、うんうんうん、で一応僕給料制じゃなくてあのお小遣い制なのでその都度もらうんですよ、なくなったからお小遣いちょうだいって、ああそうそうそう、お母様にか、あいやお母様って俺いつまで母ちゃんに甘えてるんですか、妻ね、すねかじってたの、すねかじってたのちょうだいお金ちょうだいっつってギザギザや違うやん、そうじゃなくて奥さん、奥さんってことが言いたかったんだ、ね、爪かじってたでしょそれ、爪かじってたの、今爪かじってたって言ったじゃない、爪かじってるって意味わかんないじゃんそれ、親の爪、爪かじってる、爪かじってるってそれ寂しがり、そうそう、まあ、そこもあるけどね、まあまあということでね、はい、ね、こうもんじゃ焼きね、食べるって話ね、はい、ありがとうございます、もっと待ってます、はい、ということで近況の方はもうお話されましたか、お二方、あ、いえ、あまだあの木曽さんの近況のことは話してました、あーそうですか、はい、なんでいない人の近況勝手に話してるんですか、あのいる人同士でちょっとだけ、うん、ちょっとだけなんかあの家族旅行に見てた、あーそうなんですよ、甲子園の方に行かれたと、うん、だからそのまんまだから そんな旅行行った後だからそれは来たくないよねって、いやいやそんなことじゃないよ、でも一応さ、まあ甲子園だけちょっとツイッターで上げたんですけどメインは USJ ですよ、あ行ったんですか、行きましたよ、いいもうこんな何も金って簡単になくなるかですよ、本当にめちゃめちゃ使うよ、引くぐらい使うよ、え、ぶっちゃけいくらですか、いやマジで本当に朝入ってた5万なくなったからね、昼過ぎに、昼過ぎに飯1回、数6人やからうちは、うん、食うだけで1食で昼食うて1万5千円ぐらい使ったんですよ、マジかと、まあ俺と飲んだ時より高え、いやいやいや、もっと出してる時もあるわ団体でびっくりした、もう生の生産見て合計87杯って生カウントされてるからびっくりした、出すって言った手前出したけど桜水産でごめん2000円ずつって言えないだろう俺先輩出したので出しましたけど、でも本当にねディズニーと USJ の大きな違いとしては、うん、ディズニーって基本的に食事とか以外は、うん、アトラクションは全部チケット代に込みなんですよ、うんうんうん、イメージ的には、うん、でも USJ の場合は、うん、例えば、ミニオンズが結構今推しなんですけど、うん、でミニオンズの人形が取れるゲームセンターであるゲームみたいな、はいはい、で要はボールをバーンって投げて、うんうん、でその牛乳瓶みたいなやつが3つ全部倒れたら、うん、その人形がもらえるんです、うんうんうん、でも程よい重さしとるんだろうね、倒れんのよ、うん、倒れるんだけども、うん、下に落ちないともらえないっつって、うん、敵やかっつって、うん、本当に、うん、で結局それでみんな1000円とか払って、うん、結局断念ゲームするだけでみんな出ていっちゃう、うん、でうちなんか4人いるでしょ、うん、で一番下なんか2歳なの、うん、で2歳だけどやっぱりやるゲームは同じだから、うん、で1人1回ずつしたらそれ4000円でしょ、うん、でそれまたあの隣にあるゲームまたやりたいと8000円でしょ、バカになんないですよ本当に、1000円で、うん、でなんかあのミニオンズのなんかね水鉄砲でわーってやる、うん、なんかあとなんかいわゆる、なんですか、エレクトリカルパレード的なやつで、うん、夏なんで、うん、ディズニーでもやってますけど、うん、こうプシャーってやるやつがあるっつって、うん、でそれが一番目当てだぞ、うん、でそのために1個2500円のでっけえこんなポンプみたいなついた水鉄砲を1人1個ずつで、これで1万円です、水鉄砲で1万円ですよ、そんなもんカキピー5000円のあのぼったくりと似たようなもんだぜやってることなんかそれそれなんじゃないですか、歌舞伎町のあキャバクラのねみたいなね、そう今全然分かんなかったで、びっくりしたのはそれが、2時からスタートなんですよ、うん、で2時からスタートでっつってそろそろ場所取りに行こっかって言った瞬間に台風来てたでしょ、うん、ゲリラ雷雨みたいなのが1時半からブワーって降り出して、うん、1時55分ぐらいにピタッてやんだんですよ、うん、うわーもうこれなんかミニオンズやる前にもう濡れちゃってんね、うん、めちゃめちゃ楽しめるじゃんみたいな、うん、したらアナウンスが流れて、うん、本日は、突然の、ゲリラ雷雨のために、ミニオンズのウォーターなんとかパーティーは中止といたします、うん、嘘でしょ、うん、なんでやんだの、濡れてんじゃん、うん、もういいじゃんやんなよ中止何それっつったけど、うん、もうそんなのだからって水鉄砲をまた返品するわけにもいかず、
ものすごいでかいね、うん、こんなどんもう見てみたそんなえもう家持って帰れる帰りますよそれはあ遊べるよまだ使えるんですかそれいや使えますけど、うん、そんなもんユニバーサルスタジオジャパンだから買ったものじゃないですか、うんうんうん、で新幹線で帰ってくる時もこんなでっけえ水鉄砲4つをだよ、うんうんうん、袋に入れてこんな持ちながらベビーカーでこうやって押しながら帰ってくるもう本当にしんどい本当に仕事してる方がもう楽、ねうん、いや楽しいんだよもちろん家族と一緒にこんな24時間一緒にいるなんてことはないんででも本当に1年ぶりぐらいでこんなべったり3日間ずっと家族と一緒っていう時間はねなかったので、ねうん、まあそれは楽しかったんですけどただ使うお金を使うユニバーサルスタジオジャパンはとてもお金を使う場所だあそんな高いんだいや本当にそうなんだ引くぐらい使うよ、うんうん、じゃあ普通に行ったらこの大人でもやっぱ2万くらい持っとかないといや2万なんかもうそんなもんな10時入りの12時で終わるで場合によっちゃ扱い方によっちゃ、ね、だってそんなもうレストランとかもワンプレート1800いくらとかででっかいプレートにちょこって乗ってんねん腹立つね皿の方がでかいんでしょ、うん、いやそらそいや皿の方がちっちゃかったらはみ出し取れないそれはどうかと思うけどないや大変よ本当にお金を使わされることに関してはあもう全然えそれ想定外ですか全然よ見積もってなかったのいやみんなが聞いてたの、うん、とにかくユニバーサルスタジオはお金使うよっていう、うん、でまあそれは覚悟して言ってたけどでもいざ自分の財布からどんどん札が消えていくと、まあ、ショックはショックだよね最初ねでまあそこでケチってもしょうがないよって思って腹くくってもうバンバン使っちゃったんだけども、うん、まあでも本当にディズニーランドの方がそういう意味では、うんまあ、そこまで入ったら食事代ぐらいちゃいますお土産代とそうですね、うん、実際かかんない気がそうなんだね、はい、だからそれまあそのディズニーはそれなりに7,000〜8,000円今するけど、うん、あと食事代とそれこそねお土産代プラスで見込めばある程度読めるんですけど、うん、食事とかやっぱり飲み物もさなかなか、だからまあ細かい話や、ね、でレストラン行ってさなんか給水とかついてたりするやんかああいうとこって、うん、本もないわマジかほとんどんじゃ水も買うみたいなまあまあそうだね250円ご米とその通り本当に大変ですよなんだろう250円なんですかねなんだろうね俺本当にねユニバーサルスタジオジャパンに高額の税金かけた方がいいと思う本当に、うんうん、あれで取ってんでしょなんかね250円160円が250円になってるわけだ90円取ってるわけ、うん、90円のうち80円税金なんだっていう言われれば俺らも納得するんだけども、うん、あれ全部入ってるユニバーサルスタジオジャパンあれアメリカに行ってんですかお金ってわかんないユニバーサルにうんだからそっちにもう、ね、だから高いとかじゃないんですディズニーってほらディズニーランドじゃないですか、うん、ディズニーじゃないですか、うん、言いたいことわかるだからそのミッキーにミニーに、うん、でまあプーさんにって、うん、ディズニーブランドじゃないですか、はいはいはい、ユニバーサルスタジオジャパンって、うん、妖怪ウォッチがいたり、そうなのよワンピースもいますよねワンピースもいるし違うじゃんそれそうでまあミニオンズもいるけども、何スヌーピーもいるし、ね、そうだキティキティちゃんもいるあれいますよねいるいるいるあれ三流ですよねそうなんだよだからもうっていうおーってなるよ本当にユニバーサルじゃないじゃん関係ないなずるいね、うん、そうなんだよじゃなんかああいうとあれ一回行ったことあるんですね私あ何年か前に行ったことあるんですけど、うん、あの店員さんの対応にびっくりしちゃいました私どんな感じいやなんかディズニーだと思って私行っちゃったんですよねあー分かる分かる分かるいや分かりますよねその気持ちは、うん、と思ってなんか普通にもうなんかこんな感じで多分接したんですよね私も、うん、下なんか普通になんか下げてくださいみたいなあそう関西特有のなサバサバ感あるサバサバあなるほどそうだディズニーじゃねえんだと思って、うん、なんか下げた気がしますそうそう結構だからそう接客とかはもう完璧にディズニーの勝利やな、うん、あのなんつうの徹底してるやんか、うん、ディズニーランドってでもディズニーランドの徹底っぷりで言うと前番組言うたかもしれんけど一回だけディズニーランドに番組でロケ行ったことあるんですよ、うん、でテレ東の浜口さんが MC のディズニータイムっていう番組ででなんか夏場それこそ、ディズニーの楽しみ方みたいなやつってまあなんかロケみたいなのやっててでバックヤードで飯食ったりとかするじゃないですか、うん、休憩の時にでその時も、うんキャストの人はこんにちはって言うんですよ、うん、我々あの要はよそ者に対しても、うんうん、でもっと言うならミッキーマウスとか通るでしょ、うん、あれバックヤード入ってあーってせえへん
ずーっとこうやってしてる。マジか。うん。そんなもう気抜いてええとこやんか。うん、あ浜口さんだってなってるよ、ミッキー撮って。ちょっと写真撮ってもらっていいですか、一切言えへん。うわーって、ミッキーのままやねん。やばー。すごいよ、あそこの徹底の仕方は。で、それも本当に、中、その、社員食堂でも、いわゆるダンサーの人はダンサー前としてるし、ミッキーとか。さすがにミッキーマウスが、あの、メンチカツ定食とか食うてへんけど、でも、もう本当キャラのブレなさ具合はもうね、すごいです。もう本当にプロフェッショナルですね。で、もうそれは、それやられて、気持ち悪いっていう人いないと思うんですよ。本当にちゃんと接客してくれるので、うんうん、で考えるとユニバーサルスタジオはそこまでではないですね、まあ、ちょっとこう関西のノリはあるね、ガサツな感じというか、まあ、別にそれが気にならない人は全然気にならないと思うし、まあ、僕はもともと神戸なのでそんなに気にはならないですけど、ただまあかずみちゃんが言った通りディズニーランドと比べるとやっぱりちょっと劣ってる感じはするよね、言い方もね、そうなんだよね。楽しかったですけどね。まあまあ、いやそうなんですよ、楽しいんですけど。楽しいですけどね。まあまあ、ちょっとディズニーと比べてしまう感じはあるよね。そうなんですよ、なんでですかね。ディズニーじゃないの分かってるんですけど、ディズニーと比較しちゃうんですよ。いやもう価格帯ちゃいますやっぱり。あ、そう。あれチケットいくらでしたか。わかんない、 JTB で撮ったから。ほうほうほう、うん、もうその新幹線と込みのパックみたいなやつ、へホテル、新幹線、それからユニバーサルスタジオのチケット全部込みのやつでやりましたわ。間違いでしたねやっぱ行くのは。いやいや、旅行から帰ってきてそんな一言でまとめます。間違いとは言ってないですよ。人の旅行全否定するのやめてもらいます。失敗、俺だ失敗に終わったと思う。いやいや失敗やないよ、うん、楽しかったし、うん、何豊島に行かなかったの。いつでも行けるから、それは、うん、池袋でよかったの。別にだって昼から行こうか言うても行けるじゃないですか、豊島園は。サンシャインに泊まればよかったじゃん。いや家帰るわそんなの。なんでサンシャインでわざわざ泊まらないか、あそこが僕のうちだよって見えるとこ泊まんのか。ほんで、うん、いやんわそんな、いい高いとこから。いやいやいいです、それはね行ってよかったんです。いや、うん、ただまあね大変ですねやっぱね。いやそうですね、もう帰りも結局だ、昨日もだから朝起きて、うん、でまあなんかベタな大阪をちょっと見たいという話で、うんうん、だいわゆる恵比寿橋のグリコのところ行って写真撮ってとか、うんうんうん、NGK の前通ってとかっていうのは一応ベタにやって、そっから阪神電車乗って甲子園行って、甲子園でちょっとだけ見て新幹線乗って帰ってきたって感じ。疲れそうですね。もう本当に旅行の後日談だけであと8分になってしまいました。すいません、じゃあ僕 の, あの体内時計が狂っちゃってるんですよ、途中で入っちゃったから。あ、そう、そういうことです ね, ね、ごめんなさい ね, なんかね、もう僕が本当に満足いくまで喋っちゃってる感じですよ、ね、いやでもそれほど溜まってたのかなと思いました。あ、そう、まあそういうと旅行否定された感じがしてちょっとあまり受け止めづらいですけど、溜まってたってなるとね、不満が溜まってるわけじゃないですよ。なんかそのユニバに対してのあれが溜まってた感じ。ユニバに対してのあれはありますね、確かに。あれは確かにぶちまけましたけど、はい、1週間の出来事、はい、ちょっと振り返ってみたいと、はい、そのように思っております。はい、8月4日金曜日、民進党の細野豪志前代表代行45歳、離党し新党を結成する意向表明。8月5日土曜日、オーストラリア北東部で、アメリカ海兵隊の垂直離着陸機オスプレイ MV22 が墜落。8月6日日曜日、陸上世界選手権男子マラソン、川内優輝30歳が日本勢トップの9位、日本代表としてのラストランに。同じく8月6日日曜日、アイドルグループ電波組の、もがみもがグループ脱退を発表。それから8月7日月曜日、台風5号和歌山県北部に上陸。そして8月8日火曜日、青森県、板柳町の、松森、ちょっとお名前ちょっと確認できませんでした、すいません、うん、町議61歳、うん、豊田真由子衆院議員42歳の政策秘書に就任、うん、といったところですね、うん、はい、ということで翔太君何かありますか。特にない。ないんですか。いやいや、どうでしょう。今週、なんだっけ、かずみちゃんも何かあったら言ってください。もがみもがさんが脱退というのはやっぱり誰それ。もがみもがですよ、電波組ですよ。え、いやもうツイートが荒れてました。
私のツイートっていうんですか、あれはこういろんな人がつぶやくものが、あ、はいはい、みんなアイドルさんもみんなもうがもうちゃんうわーみたいな。誰それ、そんな、え、金髪の子ですよ、電波組の。知らないよ。でも見たらわかると思います。結構電波組自体知らないよそれ。うっそ、でも見たらわかる気がする。結構出てますよ、うん、まあまあね、電波組では一番人気ある人なんですかね。そうなんですか、わかんないですけど、どうですか。あー、へー、ね、なんとなくね、イメージ的にはそうですよね。うん、テレビの質も多いし、うん、であれでしょ、なんか話題になってんのは、うん、その脱退表明した後、うん、あのメンバーのツイッターアカウントリムったんでしょ。何リムったの。だからもうは外しちゃったんです、フォロー。え、でその早えなっつって。何それ、うん、俺みたいにもともとフォローしてなければこんな話題にならないよ。もうそうなんですか。俺はフォローしてないから、うん、でもほら、彼女の場合フォローしてたのに外した、しかも脱退表明直後ですって。マジか、すごいね。うーん、なんかあんのかな、やっぱりそういうのって嫌だったんだ、うん、ってことなっちゃいますよね。ねえ、そんなありますよね。そうなっちゃいますよね、うん、そう思っちゃいますよ本当に。心と体のバランスが取れなくなってみたいな、それってやっぱ精神的なものなんかあったのかみたいな思っちゃうもんね。うん、電磁波が、電磁波じゃない、うん、心と体なんか電磁波でやられたんじゃないの。聞こう、とりあえず聞こう。電波組でしょ、うん、電磁波でやられてるんじゃないの。おじさんみたいなこと言うね。素人のおじさんみたいなこと言うね、電磁波だよ、あれきついじゃん。やっぱテレビの前とかいると、うん、昔のブランカの前とかいるとちょっと電磁波来るじゃん。なんか辛くなってこない。うん、それと一緒だよ、方向とかな、だと思う。うん、もがみさんね。知らん、もがみもがって名前、しょうがないじゃん、芸名じゃん。おかしいじゃないこれ、何もがみもが。そう、芸名否定しだしても、うん、もがみもがみたいな、うん、塩田もがみたいな感じ。いや、塩田もがどうしたのこれ、と言葉ただ道、ただ道ただみたいな、うん、あ、まあまあ、ただただ道みたいな感じですよ。ただ道もがじゃないの、俺もが、いや違う、別にもがみもかじゃないよ。そういうやつ、そういうやつじゃないよ。そういうやつ、もがみもがちゃんだよ。あ、そうなの、うん、もがちゃんっていうの。いや、まあどういう、俺は別にそのファンじゃないか分かんないですけど、ただまあ、そうなんだっていう感じはしました、ね、じゃない、よがってももがってるみたいな。お前もがってんじゃねえよみたいな。まあまあ、それはだから相手次第じゃね。うん、そう言えばそうな。ああ、 BGM 流れてきた。早いですね。もがらしてみたいな。もがってるで終わるを迎えるという、はい、感じですけども。はい、ということでございまして、お別れのお時間ですけれども、はい、ごめんなさい、今日ちょっとこんな感じで、もうちょっと早く来れる予定だったんですけど、ちょっと西日暮里で、行く手を阻まれてしまいまして、ね、今日はあれで祝前日ですから、やっぱ人の往来があるから、でもちょっとそういうことありますよ、酔ってる人も多いかもね。あ、多かった。なんか予定ありますか。そうですね、来週の木曜日、うん、私この番組ちょっとあの自分の定期公演があるのでお休みさせていただくんですけど、うん、その定期公演17日に夜あるんですけども、こちらはもうぜひ来てください、お願いします、お願いします。はい、ということで来週の木曜日でございます。伝われ、はい、頼むよ。塩田くんは特に、うん、あ、13日にあれでなんか流星群見ますね。ああ、来るんですね。そうね、ヘルセウス・ザ・流星群、うん、ザいる、ザ、ザいるんだっけ、THE が入ってる、違う、そのザじゃなくて、あ、あの土下座のザ、うん、そっちです、土下座のザ、ああ、合ってるな、はい、ということですね。私は、まあツイッターで上げてますけど、来週豊橋のキャバクラで営業に行きます。3ステージ、これはいいエピソードもらって帰れるんじゃないかなと思ってます。いいな、絶対に滑るでしょ、キャバクラさん。キャバクラって、うん、なんか難しいですよね。受けた記憶がないもん、うん、俺今まで、うん、何回か行ったことあるけども、うん、はい、ということで、久々にちょっとそういう営業に行ってくるので、お土産話できるかなと。あ、じゃあもう終わったら飲めるじゃないですか、そこで。まあどうだろうね、飲めりゃいいけどね、そんな女の子とね仲良くね。ダメですよ、奥さんいるのに。関係ない、奥さんいるのに。時代はいいんだよ、今の時代は。そんなもん
キャバクラに関してはうるさいからね。不倫はありなんだよね。まあ不倫ダメです。不倫まで、あ、俺のね、あ、奥さんの、うん、そういうことね。あ、いやいや、でも飲む分はいいでしょ別に。へえ、やらしいことするわけじゃないんだから、ね、あ、なるほど。うん、わかんない、それは価値観の問題だからね。なんとも言えないですけど、気をつけますよ、ね、気をつけてください。はい、いや、まあ僕気をつけるほどあれもないですけども、はい、ということで来週は、かすみちゃんがお休みということでございまして、はい、基本的にはこの2人でという感じになるかと思いますんで、まあそれでももしよろしければご覧いただけたらなと、そのように思っております。観覧の方ももちろん、大歓迎でございますよ。はい、ということで、かすみちゃんは次は、再来週ということですね、はい、で我々は来週と、はい、で来週はあれがありますもんね、初期払い会をこの番組でちょっとやろうという、はい、そんな計画もね、はい、あ、お客さん来ちゃダメです、それは、はい、我々だけ、だお客さんダメです、すいません、お客さん絶対ダメです。はい、ということでまた来週お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。さよなら。